下げてはいけない。しかし持っている理想がいつの間にか下がってくることは必ずあります。みんなあります。私もそうです。ですから、あ、俺描いてる理想に対して妥協ですよ、妥協してるなって思うときは必ずありますし、必ずあります。でその時に自分の高い理想に向かって妥協してるなって気づいたとき、それは全身的交代だと思う。リーダーとか店長とかいう方が理想だけ振り回しているとですね、現場というのは結構疲弊することがありますから下がる。でもその下がるのは自分で決めるのは3日だとか1週間だとか2週間だとか決める。で必ずそこから前進する。でその意図的な交代であればいい。2つ目に、自分が理想を下げている時に自分に言い訳している時ってあるじゃないですか。